いらっしゃいませ。一日店長の常川です。普段はレシピ開発や洋服のデザインをしています。実店舗もあるので、お店のことや次の拠点についても考えています。僕の中でクリームソーダの魅力っていうのが2つあって、まず1つが、小さい頃におばあちゃんに喫茶店に毎回連れてってもらってて、朝早く行って、で、その時にクリームソーダを頼むのがすっごい好きな時期だったんですよね。それが思い出もあって、やっぱりクリームソーダを今でも見てるとノストラジアな気持ちになるのがすごい魅力的だなって思ってるのと、あともう一つは日々の中で見上げた時の空の色だったり、旅で見たあの海の色だったりっていう景色をやっぱグラスの中で表現できるっていうのもクリームソーダの魅力かなって思っています。レトロなプリント柄がすごい可愛いなと思ってて、今の時代だからこそ新しく新鮮さもあるグラスなんだなっていうのを感じました。価格もすごい手頃なのも魅力的ですよね。懐かしさや温かみを感じるっていうのは、小さい頃から生活の中でごく自然に見てきたものだったと思うので、そういった理由もあるのかなって思ってます。お待たせいたしました。懐かしのクリームソーダです。旅する喫茶という日本を巡りながら出張型の喫茶店を開いてます。SNS 上でも積極的に発信をしているので、よかったらご覧ください。虎色のクリームソーダレシピも全国の書店にて発売中です。